ようなやっぱり経験をしているかなと思って、そこは一つ売りになると思ってます。それから、先ほどその初期フェーズの投資の難しさという意味で技術評価の難しいところですけど、慶応大学が御社がサポートしているというところで、これちょっと外向けの説明なんで、医学部の先生から見ると研究連携ビジョンがどうかっていうのはいろいろあるのかもしれませんが、やっぱり私としてはですね、よくと私と比べればその研究連携ビジョンの専門医の方っていうのは本当に詳しいなと思ってますし、普通の VC ではですね、なかなかできないような評価ができると思っております。なのでここはすごく強みになると思っております。それからですね、もう一個野村証券がですね出資おりまして、一人出向者フルタイムで来ているんですが、公開引き受けをやってたような人間が来てます。ということで投資するタイミングでこの会社が、何年後かに上場した時に株式市場でどう評価されるのかというところについて、最初から野村の見方というのも入れて募集できるので、今後、どっちかというと投資家から見た時の安心材料ではありますが、これは普通の VC と違うユニークなところかなと思っております。で我々の目標ということで、研究世界の新産業の創出ということを考えていますが、慶応は本当にいい成功例というのは、SFC の村井先生だと、昔の写真持ってきて怒られるかなと思ったんですけど、まだ NTT がですね、民営化する前に、当時ですね、インターネット、電話回線上でデータ通信をするって違法だったんですね。違法行為だったんですけど、これ絶対に民営化されて自由化されて、インターネットは電話回線を通じてやるんだろうということで、村井先生が電話回線を通じてデータ通信をする実験というのを本当に公衆電話とかからやるときに、他の人が見に来ないか見張りを立ててやってたとかっておっしゃってたんですけど、本当にそういう現状のルールを踏み越えたところでリスクを取って研究をされて、なので日本の中で SFC が一番最初にインターネットで、村井先生はインターネットの父と、日本のインターネットの父と言われてますけど、そういうことができたのかなと。で、最初のインターネットサービスプロバイダー、民間のインターネットサービスプロバイダーを作るところも SFC 中心にやられてますし、その後、三木谷さんは SFC じゃないんですけど、創業メンバーがほとんど SFC だったり、グリーンもですね、社長以外は SFC、慶応関係者が創業してますし、他にもそういうベンチャーがたくさんあって、慶応がインターネット産業を作ったっていうのは本当に言えるのかなと思ってます。で、そういうことをですね、我々の方はこのインターネットはこれができているので、それ以外の分野はですね、ぜひやっていきたいなというふうに考えております。で、1号ファンドの投資戦略ということで、これは我々ファンドを作ってですね、外部の投資家の方からお金を預かるので、パフォーマンスを出さなければいけないというところなので、こういうふうな説明をしておりますというところで、投資としてですね、硬い鉄板かなと思っているのはこの3分野でして、医療領域、それからデジタルヘルスの領域、それからバイオインフォーマティクスのところで、慶応が強みがあって、かつ投資としてリターンを出せるかどうかと思っている分野になります。ただ皆さんのさや先生とかですね、お話とかいろいろ伺っていて、やっぱりそのブラックポジションのところとかすごく社会的意義がありますし、そのベンチャー的手法を使ってこの辺もちゃんと事業ができればいいなと思ってます。私としては投資、個人的な興味と投資家に対する責任というバランスの中でですね、できるだけリターンが出せるような形でチャレンジしていきたいと思います。再生医療のところはすごく興味があるんですが、なかなかお金がすごくかかるというところと、私自身の専門バックグラウンドがないということで、その皆さんといろいろ一緒に勉強させていただきながら、この後2号ファンドとか3号ファンドもやるので、2号ファンドとかそういったタイミングではこうメインにできるように、こう1号ファンドよりながら勉強したいと思っているところでございます。で、直近医学部ではですね、おそらくこの辺の高先生がやられているビッグデータ周りですとかデジタルの領域が、SFC なんかも理工学もやってますが、ここら辺が医学部の中は、私の目線から見ると事業化しやすくて、一旦取りやすいかなというふうに思っております。で、あと KII のですね、基本の位置づけということで、研究連携推進部と、ベンチャー育成に関しては独占的な提携を結んでおりまして、発明情報に関して、出願前の発明情報に関して守秘義務契約を結んでまして、その第三者の権利侵害がなければですね、研究連携推進部から我々も情報開示をしてもらえるというふうな、契約を結んでまして、あと連携協議会というのを設立しまして、それこれちょっと頻度とかこれから決めていくんですけど、中で先生とか、研究連携推進本部の担当の方たちと、定期的に情報交換しながら、
受け落としたメンテナンスについて同時刻も進めていくということになっておりますで、まあ、ここは独占的なんですが、まあ、この信濃町ですとか、その岩部の先生方に関してはその我々が何か妨げるものではなくて直接今までのようにその共同研究とかですねベンチが来たら直接来るとかそういうこともあったと思うんですけど、まあ、そういう意味では我々としてはここはあの我々としても直接ですねこうやって出向かせていただいてあの皆さんお話を伺って他のベンチャー来たりとか企業と同じように競争しながらあの情報を得てその投資案件を作っていくということをやらなければいけないかなというふうに思っております。で、これちょっとあのテクニカルなんですけどそのベンチャーキャピタルのさっきその何をしますって話があったんですけどあとストラクチャーをちょっとご説明できればと思いましてこの KII という会社からですね先ほど資本金1億円というふうに申し上げたんですけど直接出資しているわけではなくですねファンドというのを作ります。でこのファンドにはですね、慶応と、野村とあと他の外部の、ね、投資家というのを集めてきて、30億円のファンドを作ります。で、まあ、今はその確定しているので20億で、まあ、そのほぼかっていう30億以上というところが、まあ、出ているので6月に、まあ、30億というのはある程度固く、まあ、少なくとも12月までには30億確実に集められるかなと思っておりますというところですね。であと先ほど秋山先生のお話を申し上げた今回僕も慶応の経理あ慶応の運用委員会という経理の人たちがです、ね、資産運用をしている委員会に出てそこから2億円出してほしいという話をさせていただいてご説明したんですけどやっぱりそのすごくリスクというのを気にされていて、まあ、大学というのは授業料と、まあ、寄付金が大半でそのファンドをファンディングしているのでそこからベンチャー投資なんかして批判されたらどうするんだという話をされていて、まあ、でもやっぱりそもそも慶応の見学の精神というのがその社会の先導者タランとかですねその異端は先端というかその先進的なイノベーションをやるというのが慶応の使命だと思うので、まあ、そういう見学の精神に合っているので、まあ、私としてはここでやること自体がですね慶応のブランド価値を高めて優秀な先生が来て優秀な学生が来て教育と研究の質があってより教育系を強くするんだと思っているので、まあ、それが授業料を、まあ、ほんの一部ですしその批判されるというよりはむしろ大学復活することにつながるかなというふうに思って、まあ、そういう説明をさせていただいております。で、KII の投資育成対象、まあ、普通のベンチャーキャピタルと違うのは我々 KO 技術が設立してまして KO の研究成果を活用した、ベンチャーを育成するということを、ミッションとしておりますのでここら辺はですね、まあ、普通のベンチャーキャピタルと同じなんですけどここが違いますということで KO のってつくんですけど KO と共同研究をしているとか知的財産、資産の譲渡ライセンスがあるもしくは技術指導を受けているみたいなところで、まあ、ここは何か慶応の先生方、もしくは慶応義塾と、契約関係があるというところですね。あとは人的関係ということで、その先生、研究者の方、学生、卒業生などが、まあ、卒業生というのは私が経済学部出て、そのグリーを創業するのはダメで、医学部の方、卒業生の方が医療系のベンチャーを起こすみたいな、何かその、まあ、村井先生の卒業生がインターネットのベンチャーを起こすとかです、まあ、その大学の時に研究したことに、お成果を活用して、起業している場合にはいいんじゃないかなというふうに、そういう、方針を作っておりますというところですね。あとは実際に我々は何をするかということで、まあ、ハンズオンという言い方はですね、私もなかなかその難しいなと思ってるんですけど、普通のベンチャーキャピタルよりも、まあ、コミットしてやりたいと思ってますで、我々の付加価値というところでは、まさしく自分たちで経営してきたというところがありますので、その事業計画とかですね、それから業務の構築というところで、まさしくその研究と開発は違うんですというのは、本当にそうなんですけど、開発というのは、それ別にバイオに限らずなんですけど、自分たちでマイルストーンを設定して、チェックポイントを決めて、その最小のコストで、最短時間でそのマイルストーンをクリアしていくという仕事なんですね。これは本当にその経営管理なんですけど、